こんにちは、日野です。今日は2023年の4月の11日になります。昨日散髪に行きまして、ちょっとすっきりしたというかボサボサだったんですね。いつも散髪はもう何も考えてないというか、一番安いところにいつも行ってるんですけれども、駅前の歩いて5分ぐらい、5分もかからないですね、5分ぐらいのところの何でしたっけ、名前忘れましたけども、安いチェーン店があるんですけれども、そこに行っています。髪を切ってくれればそれでいいのかなっていうところで、あんまりこだわってないんですけれども、昨日のメルマガで少しご紹介したんですけれども、船井幸男 .com っていうサイトがありまして、船井幸男先生の立ち上げたサイトというんですかね、いろんな本物研究所さんとか、船井幸男さんのに関連したような情報とか、今船井幸男さんの息子さんが社長をされていますけれども、その方のこととか、いろんなことが載っているというか、船井幸男 .com っていうのがかなり前からあるんですよね。で、そこでいろんな情報が載せられているんですけれども、そこに本物に携わる人たちっていうコラムがありまして、そこに少し前に本物研究所の方から、コラムを書きませんかっていうね、ご案内をいただきまして、で、正直、いろんな有名な方がそこに出ておられて、吉野内誠一郎先生とか、滝沢太平さんとかね、そういういろんなそうそうたる方が出てるので、僕が出るところではないなと正直思ったんですけれども、ご好意で言っていただけたので、僕自身としてはね、基本的にはもう引き受けるということで、もう言われたことは引き受けるっていうのはやっぱり大事なっていうかね、重要ではないかなと思っているので、それは一つの機会といい機会と捉えさせていただいて、書くということになりました。で、なんか3回連載っていうことなので、3回こう書かなきゃいけないっていうところなんですけれども、とりあえず1回目は、この前4月10日前日にこう掲載されておりますので、また興味があればね、興味があればっていうか、ちょっとお恥ずかしいんですけれども、見ていただければなというふうに思っております。リンクはこの概要欄に貼っとくようにしますので、その前は、電子水アレイの青柳社長が3回コラムで、青柳社長はもう何度もそこに出されていて、今回が3回目ぐらいだと思うんですけれども、カタカムナとか電子水アレイのことも含めて、カタカムナのことについていろいろ書いていただいてて、すごい学びになりますので、よかったらそっちの方をね、ご覧いただければいいんじゃないかなというふうに思っております。で、僕自身は、本当大した人間ではないので、その書くようなことって正直ないんですけれども、自分の体験と、あと、船井幸男先生のこととか、それから僕自身が興味があるその量子力学的な考えっていうんですかね、そういったことをね、書かせていただければいいかなと思って、まだなんとなく漠然とした2回目、3回目は構想しかないんですけれども、とりあえず第1回目は自分のことを中心に書かせていただいたという感じですかね。で、この前名古屋に行ってきて、名古屋はもともと大学4年間住んでいた場所ということで、思い入れがあるっていうことを言いましたけれども、大学の時に、部活、バスケットボールしてたんですけれども、今はもう全くね、してないので、運動不足でもあり、多分すぐ動いたら5分も動けないだろうなと思うんですけれども、中学の時にバスケットボールをしてたんですよね、部活で。で、高校の時にも、実はバスケットボール部入ったんですけれども、そこは超こうエリートコースというか、バスケットボールの、かなり強いチームだったんですよね。強い高校で、かなりこうスパルタ教育
スパルタ、スパルタのこう、なんて言うでしょう、厳しい、訓練がありまして、僕自身、頑張ってはいたんですけど、もうとてもこれはついていけないなというところで限界を感じまして、4月に確か入って、もう8月ぐらいですかね。うん、4月だから4ヶ月ぐらいしか持たなかったというね、経験がありましたね。で、脱落してしまって、まあそこから高校の時はもう帰宅部で確か何も入ってなかったですね。それで、結局、高校ってあんまり思い出がないんですよね。何をしてたのかなっていう、そんな友達という友達、呼べる友達もいなかったように思いますし、なんかすごく孤独な高校だったような気がしますね。で、あまり記憶も残ってないというね、何をしてたのかなっていう、本当思い出せないんですよね。で、大学の時にバスケットボールをまた再びね、ちょっとやって、そこはもう愛知県立大学っていうところだったんですけれども、まあ、部活、部員も少なくてね、本当に、3年、僕らの学年でも2人ぐらいしかいなかったんですよね。だから非常に少ないメンバー、男性は、ね、男子と女子と、まあ、一緒に練習したりしてたんですけれども、男性は確か僕ともう1人、2人、もう1人しかいなくて、だから非常に少なかったんですけれども、まあ、そこで先輩、2年生、3年生の先輩、あと4年生かの交流を持つことで、なんかこう、いろいろやっぱり部活だと、部活動終わった後にこう、食べに行ったり飲み会とかってありましたけれども、そういったことを通じて、こう人との接するっていうのをね、人と接することの、楽しさっていうかね、そういうのを感じるように、初めてだったと思いますね、そういう経験っていうのが。で、あとはアルバイトで中国料理のウェイターをしたんですけれども、まあそこのバイト仲間ともですね、まあ交流ができて、で、お客様との、まあ、交流っていうのもあってね、そういうので、まあ、人と接することの楽しさっていうのを感じるようになったっていうのが一番大きいし、まあ、それが今の仕事にもつながっているかなと思うんですけれども、まあ、そういうのがありましたね。だから、自分としては大学時代っていうとバスケットボールと部活ですね、部活とあと読書と、なんだ、あとは、部活と読書とあと、なんだろう。部活と読書とあと一つ。まあ、勉強はとにかくしてなかったんですよね。勉強を全くした記憶がないんですよね。よく、単位取れたなとは思うんですけれども、卒業論文も、なんか適当にというかね、あんまりこう思い入れがなく、源氏物語の 何か、古文の、何やったかももう覚えてないというね、データラクで、非常に情けない話なんですけれども、まあ、卒業論文も、源氏物語のなんか古文の表現の仕方違いとかそういったことを調べて提出したっていう記憶があって、ただ僕源氏物語自体を全部読んでないんですよね。まあ、そんなんでよくできたなと思うんですけれども、まあそんな感じで、大学というとですね、もう、ひたすら部活をしているか、部活か、それ以外はアルバイトですね。アルバイトをしているか、あとはもう本を読んでるか、暇な時間あればひたすら本を読んでるっていうような、時でしたね。だから勉強って本当してないんで、大学行って何をしてたんだということになると思うんですけれども、まあ、今振り返るとその人間関係というかね、そういういろんな人との、つながりを持つことができたっていうのが、あるいは人との触れ合いが持てたというのが自分にとってはね、いろんな財産になったんじゃないかなっていうふうに感じています。で、就職活動の時も何しようかなって本当なかったんですけれども、ただ本が好きで本を読みまくっていたっていうのがあって、まあ書店に勤められたらね、書店に勤めたら本をたくさん読めるかなっていう、そういう安直な非常に容易な気持ちで、面接を受けに行ったんですけど、やっぱそういう容易な気持ちですから、面接も受かるはずがなくてですね、2、3個ぐらい書店を受けたんですかね、ちょっと覚えてないんですけれども、2、3個は受けたと思います。複数受けた記憶はあって、で、そのどれもがですね、結局、面接とか、まあ、第一、第二次面接とかっていうので、まあ、そこら辺で落とされて、結局、書店も就職の道は断たれたというような状態で、じゃあどうしようかなっていう時に、なんか人と接する仕事がしたいなっていうことを思って、まあ、書店でもねそういう接客ってあると思うんでそういったこともあったんですけれども、何か接客っていうことで、まあ、単純にですねそういうスーパーとかでの接客
あるいは仕事ができたらいいのかなと思って、そういうスーパー関係を当たってたというかね、そういうところに面接に行きましたね。それも3個か4つぐらい行ったと思いますね。で、たまたま滋賀県のスーパー、展開しているスーパーと、あともう一つ三重県の方ですね、まあ、その時名古屋の大学行ってたんですけれども、愛知県に住んでいたんですけれども、三重県のスーパーが採用というか内定ですね、内定をもらいまして、でどっちか、地元に戻るか、あるいはその三重県の方にまた下宿するかっていう時になった時に、やっぱり自分の中では家に戻るっていう選択肢はもうなかったんで、ゼロだったんですよね。だから三重県の方で下宿をしたいという思いで、そっちの方に就職したっていうのがありましたね。まあ、そんな感じで、結局三重県でスーパーに就職して3年間いたというようなことだったんですけれども、まあ、その時にね、その結局木月真嗣という本と出会って、まあ、それ中谷真一さんという方の本だったんですけれども、まあ、そういったことがありまして、まあ、その本っていう本当にこう飛び込んでくる感じですよね。あ、これは読まなくちゃいけないなっていうのを強烈に感じて手に取って、で実際に読んで、やっぱりそういうね、自分にとって必要な本だったんだなっていう、かなり衝撃を受けて、その後こうしばらく呆然として、あ、なんかこう自分の価値観が大きく変わってしまったという瞬間がありましたね。まあ、それがきっかけで今の仕事につながっているんですけれども、まあ、そういったことをちょっとね、そのコラムの方にも書かせていただいたかなと。で、自分が2019年に出した本があるんですけれども、そこにもそういったことを少し、ね、書かせていただいてます。で、それが自分の内側からの声っていうことで、内面からの導きというか、内面からの声ということで、ミクロコスモスっていうね、インフィニットミクロコスモス、まあ、それを略してミクロコスモスっていうふうに表現したんですけれども、まあ、無限の小宇宙が自分の内側にはあって、その内側の、その内面の導き、あるいは内面の声っていう、まあ、声なき声っていうんですかね、そういったものに従っていくとですね、人生が本来の自分の行くべき道に導かれると。誰かの声を聞いて、誰かの意見を聞いてとか、何か占いで占ってもらってとか、そういうことではなく、自分の内側に無限の小宇宙があるわけですから、そこに委ねるというか、ミクロコスモスに委ねる、そういう生き方をしていくときに、人は本来の道に導かれて、なんて言うんでしょう、自分のある意味思ってもいなかったような道へと導かれていくということですよね。僕自身も正直今の仕事をするっていうことは全く思っていなかったですし、まあ、それも振り返ってみれば自然とね、こう導かれたっていうのもあって、それはじゃあどこから、あるかっていうと、自分の内なる声、内なる無限にこの広がり小宇宙っていうのがあって、そこから湧き出てくるような思い、衝動によって動かされていったんじゃないかなっていうのをね、振り返ると感じるんですよね。まあ、そんなことで、だいぶすみません、長くなりましたけれども、そういうことを少しね、書かせていただいたということで、まあ、とりあえずあと2回コラムがありますので、それをまたね、ちょっと頑張って書きたいなというふうに思っております。ということで、今回は長くなりましたけれども、以上になります。ありがとうございます。